んにちは、アルファアドバイザーズの坂下です。来週からアメリカのキャンパスビジットが始まります。ちょっと私どもはね、早く行って、今回はなんと MIT、ハーバード、それからコロンビア、NYU、イェール、あとシカゴ、ケロッグ、それからスタンフォード、USC の学校を、まあ、回るんですけど、どの学校もアドミッションとか在校生の方が出てきてくれて、すごくね、時間を取ってくれています。でものすごく今 MBA とか大学院に行きたい方が多くて、今日もちょうど理工の2000人リストラ削減というニュースが出てましたけども、でも海外に行くで自分の実力をつけるというか、すごい増えてます。円高にもなってきているので、ぜひチャンスなので皆さんこの波に乗って、今回もね、ビジットの動画いろいろお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さん留学キャリアいつでもご相談ください。それでは行っていきたいと思います。